はい、皆様こんにちは。こんにちは。ルリモモゲーム上、イエーイ。いやー、今ちょっと詰まっちゃいましたね。久しぶりすぎてオープニングどんなんだっけみたいな。というのも、まあ、今回第4回になるんですけれども、うん、まあ、ここまでの3回すでにスリアロチャンネルさんの YouTube の方でアップされてるんですけれども、うん、前回の撮影から実はもうなんと半年近くね、経ってるね。そう、経ってるんですよ。あれがね、まだ撮影したのが5月とかで、今もう今日は10月7日になっています、うんうん、夏何してたの我々。夏はね、私ちょっと入院したりしてた。確かに、そうしてたんですよ。足怪我して、虫刺されのところにバイ菌が入って、そうめっちゃびっくりして、どうしたのって言ったら、うん、原因が虫刺されって聞いて、そうやりますよ、やつらは。かわいいわってなって、そう。だからもうその、まあ、人生初の入院したりとか、うん、ってことは何かあった夏。記憶がね、もうね、忘れっぽくなっちゃってね。何してたかね、私。もうだから私たちなんてもういい年だから、半年あったら記憶なんてもう当然なくなるぐらいの。そう。お見舞い行きました。お見舞い。ありがとう。嬉しかったよ。でも本当に前回は私のボロげな記憶の中だと確かドンキーコングをやっていた。確かに、私ドンキーコングの後ろに乗ってるちっちゃいやつやってた。うん、そう。降りれなかった最後も。確かね。確かそう。ずっとこのドンキーコングのこのモノマネをしてたのが楽しかったなーっていうだけの、なんかこの辺のもの壊してたもんね。そうっていうのがあって、うん、で実際あれ皆さんもまあもしかしたら皆さんこそまず第3回見ていただいたかなって、見ていってほしいなって思うんですけども、うん、どうだった？いや結構いい線いってたと思うんですけど。いやそう、私もね、記憶が定かじゃね、私の記憶通りなら思ってるできちゃってた。確かにそう、うん、確かにではない、確かにそう、結構できてた気がする。まあもう私の記憶では結構できちゃってたんですけど、まあ運営さんたちから言うには、まあ、本当に下手だねみたいな感じ。なんかそう、やんわりとやっぱ人間には向き不向きがあるんでみたいなの言われて、そうで、私たちがその向き不向きで言うと、まあ不向き。そうだね、不向きなんだろうね。うん、やっぱり普段ほらあんまり激しいアクションして生きてないじゃないですか。生きてない。結構心穏やかに暮らしてることの方が多いわけですよ。うん、だって、うん、だって最近した一番激しい運動がガードレールをまたぐだから。もっとないへもっとないあったかな。私はあのライブに行ってこう好きなんで、こうライブでうわーって叫びまくって遊んだら、もう翌日サロンパス。サロンパス。本当に背中に6枚ぐらい貼ってて。効くのあれ？よし、効くのかどうかわかんないけど、とりあえず臭かった。ああ、湿布の匂いがするでしたね。そう、すごい一日湿布臭くて、まあ、やっぱね、私たち体を動かすの向いてないなと思って。動かしてないけどね。動かしてないんだけど。動いてたのドンキーだけどね。そうなんだけど、うん、やっぱりね、いやもう何が言いたいのかっていうと、次のゲームをしようと思ったんです。あ、ここ長い言い訳ね、これね。そう、長い。ここまで結構喋りましたけど、はい、今日はね、新しいゲームやってみようと思ったんですよ。まあ、やりきったよね。うん、やりきった、うん、はい、うんうんうん。実際あの動画の中でも、まあ、8面まで行ったら持った方かなというのを私多分言ってたと思うんですけど、うんうん、まあ、持たなかったねっていう、まあ、まあ、そうだね、8も持たなかったなっていうの。まあまあ、想定の範囲内なの で今日やるゲームは、うん、ちょっとね、すごいほんわかするものを持ってきました。それがこちら、はい、じゃん。お、これです。見えるかな。うん、この町へ行こうよ、動物の森。そうなんですよ。聞いたことある。これかなり有名じゃないですか、動物の森といったら、うん、もうね、もう読んでそのままの動物のキャラクターがいっぱい出てきて、うん、で、私たちそこでね、町作っちゃおうじゃないの。いいの、勝手にやって。もうやりたい放題です。もう所詮彼が動物なんで。やばいじゃん、ちょっと環境団体とかからくれない。いや大丈夫。もう今我々人類はそうして歴史を刻んできたわけですよ。こう動物たちの住んでる森を森林伐採ですよ。アクションゲーム。大丈夫。森林伐採して、もうこう追いやってきたから動物たちを。ダメじゃんこのゲーム。ちょっと待って、いいゲームだからきっと、うん、でもだからもう私たちもこの動物の森やりたい、やりたい、やりたい、やっぱり、ね、動物と仲良くしたい。そうでね、うん、
ドンキを一緒にこうウーフーやるのもいいんですけど、ももたんと心穏やかな生活がしたい、私もルリタンと平和に暮らしたいね。2人のうちに作ろうよ。うん、もう今回はあれだからね、もう2人で何かするとかじゃなくて、もうずっと1個のやつをプレイするみたいな。そうそうそう、だから基本的にはまあ普段からそうなんですけど、多分私ボケとツッコミってあるじゃないですか、ボケとツッコミで言うと私結構ボケの方、でまあももたんはボケかツッコミかで言うと合いの手、合いの手できない声でもうだから結構ゆるい感じの、そうですね、ゆるさだけはまあ今までと変わらない、動物の森やっていこうかなと、やってみましょう。でちなみに、そう、私たちそうやったことない、やったことないんだ、ルリタンも。あのね、DS で多分ちょっとやったことあるぐらいですけど、これ二冠戦 Wii のは初めてですし、システムとかも完全に忘れてますね、じゃあ、ほぼ初めて、2人とも全然、超初心者ですね。はい、じゃあやっていきましょう。というわけで今もうね、Wii の方にソフトが入っております、今画面映りました、これですね、出ました、マッチ、これ動物の森、ちょっとね、これ季節がちゃんと秋っぽくなってる。あ、そうか、10月の設定なのかな、そうなってるから。で、このなんか、なんですか、リースだか、何鹿、鹿なんかコアラ、違う、ね、あ、コアラか、コアラじゃないよね、なんだろう、コアラっぽいこのお姉さんに連れられて、私たちは、行きますよ、ちょっと黒髪に映り込んでます、我々、なんか来た、なんか来た、いや、お待たせ、お新入りさんが来るって聞いたから迎えに来たよ。結構片言ね。一人暮らしってさ、いいもんだよね。いいもんですよ、そりゃ。誰にも何にも言われずに自由気ままに暮らせるんだもん。お前にもな新しい土地、新しいお家、新しい友達、何もかもが新鮮で素敵な出会いもたくさんで最高じゃん。ふぅちょっと会話形式でやってみようかなと思って、ルリタン愛の手ねじゃん。それはそうと、君自身はどうなの。私、いや、まあぼちぼちですよ、最近は。君も新しい自分で一からスタートって気分。まあでもね、ここまでね、背負ってきたものが大きいから全部は捨てきれないよ全部は捨てきれない。なんなら任天堂 DS のおいでよ動物の森からお引越しするってのもありだけど。いや、でもね、もういい年になったけど、せめてゲームの中で新しい自分でいたいなと思う。新しい自分、なるほどね、せっかくの新しい暮らしだもん、どうせなら真っ白な気持ちで始めるのがいいかもね。そうね。おっと、そうこうしてるうちに時間が来ちゃったみたい。それじゃそろそろ出発しよう。お、この子がじゃあどっか連れててくれるのかな。どの視点から何を言ってるんだろう。で、あ、見てこれ、綺麗綺麗とか、ほら、ちょっと立体的、すごい画面がすごい、ふう、どうにか間に合ったね。あれ、カッパかな、何やる、見たの。あ、カッパっぽいね、運転手さんがね。とにかくバスに乗らないことにはお引越しも始まらないもんね、あ、ねえねえ、そういえばさっきからひらがなで喋ってるけど、このままひらがなで喋ってもいい。もしかして漢字も混ぜた方がいいかな。いや、それはね、漢字も混ぜてほしいです、我々ちゃんとその、あ、ひらがなでもしゃべった、そうでしょまあいいか、あとで多分変更できるから、まあ本当変えるしか、また変えたくなったら言ってくれればいつでも変えるからね。もうね、これぐらい、こだって片言っぽくなっちゃうもん、開かなくて。そうだよね。ところで今って2016年10月7日の午後3時22分で合ってる？違うよ。違うんですよ。今はですね、10月7日は合ってるんですけど、今は午後1時55分ですね。そうですね、1時間半ぐらいずれてた。はい、はい。これやっぱね、実際にゲームの内の時計がリアルに影響することもあると思うんです、きっちり。間違いない、バッチリです。はい、ありがとう。俺の時計すぐ狂っちゃうんだよね。そうなの。いや、あなた自身も結構狂った顔してますよね目つきがちょっとねサイコパスな目してるもんね派手長やからな。それで、あ、そういえばまだ名前聞いてなかったよね。よかったら名前教えてくれる。いや、これね、私ね、名前に関してはちょっと考えてきました。もう考えてきました。そこは考えてきてる。やっぱ主人公の名前さすがにいるだろうなと思って、そうだよね。やっぱり、まあ、ルリモモをゲーム上っていうタイトルじゃないですか。さすがに。そうそうそう、なんで今回は、かまぼこでいきます。これかまぼこかまぼこでいきます。
かまぼこちゃん。かまぼこ。あ、でも確かにかわいい。かわいいでしょ。うん、かわいいと思う。だってかまぽこ。あれ、かまぽこ。ねえ、じゃあいやいや。かまぽこちゃんかわいいんじゃない。あ、一回かまぽこで。かまぽこ。かまぽこちゃんにしよう。本当に。うん、かまぽこちゃんにする。私も違ったから。まあこれも運命かな。うん。だってでもかまぼこっていいじゃん。色白だし、うん、触り心地もいいし、おいしいし、うん、ね、そういう女性になれたら。いや素敵、本当だ、うん、かまぼこみたいな女性になるわ。で安いしね。それいい。お手軽みたいなところ。お手軽だからね。でも今回しかもかまぼこさんだからね。かまぼこさん可愛くない？うん、女の子なのかな。女の子にします。女でいい。男だったらちょっと嫌じゃない、かまぽこさんで男だったら。ちょっとおかまぽこさんみたいなとこあるもん。そうそうそう、おかまぽこさんはちょっとまずいね。おかまでぽこさんなんでしょ。そうそうそう、ちょっと考えちゃうな私。ダメ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 。ちょっと考えちゃうから女の子にしよう。かまとぽこで割っちゃダメだよね。かまとちょっと思った、笑いがいやらしくなってるよ。ヒヒヒってなってる。ヒヒヒってなってない。じゃあ村の名前は。村の名前は、村の名前ね、これも大事です。やっぱこれから付き合っていく名前だから。なんか可愛いのがいいな。可愛いの、うん、かまぽこちゃんにふさわしい。じゃあももたん決めて。え、かまぽこちゃんにふさわしい。かまぽこちゃんにふさわしい村の名前。かまぽこちゃんだから、うん、なんかパピプペポ入れたい。でもお、いいじゃんいいじゃん、うん、からの、ならの、何しよう、食べ物にする。あ、いいね、食べ物つながりいいじゃん。食べ物つながり、パピプピプ、プルーン、違う、プルムラ。なんか良くないね。プルムラもでもいいけどね。ポポポポパピプピパピピ、ピーナッツ、ピーナッツ村、なんかもうちょっとピーナッツ村、ピーナッツ村パ。いや、ちょっと思うんだ、これ真面目な話していい、うん、さっき、うん、あの村の名前どうしようかみたいなの裏でちょっと実は考えてたじゃん、うん、忘れちゃった私。嘘でしょ。嘘でしょ。本当に忘れちゃった。今素で出てこなくて時が止まってた。嘘でしょ。ほんと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 。え、これすごいネタバレするんですけど、一応考えてたけど悩んでる手でやったんです。あのパクチー村にしてたんで。パクチー村にしてたんで。パクチーだ。パクチーだ。そう、なんか一応さ、ちょっと悩もうかなと思ってパリオで悩んでたんだけど。あ、そうかそうか。そう、最終的にはパクチー村だからもう行きましょう。でもこれを決めた理由も別に、ただパッとその時思いついて何の理由もなく、でパクチーかわいいじゃんみたいな、今のピーナッツぐらいの勢いで決めてたって言ってたら、ほん、今あまりにも馴染みがなさすぎて本当に忘れてました、うん、じゃあパクチー村ね。パクチー村、あの村はパクチー村。あ、それでも思ったん、パピプペポがどうこう振ってくれてたの。そうそうそう。でもブリーの反応がなんかあんまないからどうしたんだろうと思ってて、ピーナッツだっけなって思って、全然本当に忘れて違うねと思って。はい、パクチー村です。はい、パクチー村にしました。かわいい。かわいいでしょ。うん、なんかかまぼこに添えても食べやすそう、うん、かまぽこだけどね。かまぽこ。パクチー村だって、うん、そうだよ。やっぱりなんか爽やかさの中にちょっと苦味のある女になりたい。うん、パクチー好き。ルリカパクチー好きですね。うちも好き、パクチー、うん、あそこいいとこだもんね。君も今から楽しみなんじゃない。そうでもない。嘘でしょ。そこやっぱ楽しんでいく。え、どうしよう。でもあえてみんなが選ばない方を、あ、行ってみる、うん、ちょっとひねくれ者で行ってみようか。だってさ、やっぱ引っ越しってさ、ちょっと怖いからさ。そうだ、やっぱここがパクチーっぽさを出して、うん、そうでもない。あれ、そうなの。またまた君の顔見たらバレバレだから嘘ついても無駄だよ。顔にパクチーついてますか私。どうせ頭の中は新しいお家のことでいっぱいなんでしょ。そうね、バレちゃった。もうほっといて。あ、もうツンデレを貫く。いやでもかわいそう、こんだけなんか。そうね、バレちゃった、うん、そう。あ、いいじゃん。いかにも楽しみですって感じの顔してるもん。楽しみでーす。で、どうなの。やっぱりドーンと立派なお家買っちゃうわけ。ひ三つ。もったいぶるね。もったいぶる。なんか商品が来てる。なんだ、ね、でも君の格好を見れば大体は想像つくけど。え、それどういうこと。ボロいってこと。木の実、木のまんまってこと。パクチー、パクチーだけってこと。衣類は。ちょっとバカにされてるかもしれない。
まあ何にしてもお家のことならまずは役場で聞いてみるといいよ。ほらちょっとこれ見てみてよ。あ、地図出ましたね。ここでこれがこれから住む私たちの奥地村の地図、うん、読んで毎回ランダムなんですけど、いいんじゃない、これ全体的にほらばらけててさ。あ、ばらけてる方がいいんだ、うんうん、なんかほらバランス良さそうな感じで、うん、なんか川もあっていいね。いいね、OK。村に着いたらまずこれを手に役場に行ってみなよ、うんうん、まもなくパクチー村、パクチー村いいですね。あ、ほらもうすぐパクチー村に着くみたい。ほんじゃま、機会があったらまた会おうね。はい、はい、また会おうね。ということで、はい、まあ今我々村の設定がここで終わりました。そう、まあ、この先完全に本当に未知の世界なんですけれども、うん、まあ、お時間の都合で今日は今回はここまでかなと、はい、まあそうですね、だいぶでも頑張ったよね今ちょっとすごい区切りがいいところでまた会おうねっていうのが出てきちゃったんで、というわけでじゃあ、はい、ルリモモゲーム情報第4回、まあ、はい、まあ動物の森でいうと第1回は今日は今回はここまでにしたいと思います。皆様ご視聴いただいてありがとうございました。また次回、はい、じゃあまた会おうね。ゆるいわ